お久しぶりね、アヤ。変わりはないかしら？レイコ、私は相変わらずよ。あなたは、なんだか少し雰囲気が…でもね、変わらないものもあるのよ。見て、あなたにつけられたこの首の傷。いくらファンデーションを塗っても浮き上がってくるのよ。これはきっと、あなたのことを忘れないようにってことなんでしょうね。私の方は忘れてもらってても一向に構わなかったんだけどね。でも悪いことばかりじゃないのよ。あなたと一緒に倒したあのエヴァの意味地、組織が行っている研究にすごく役に立ったわ。あら、どうしたの？いや、急に黙り込んじゃって。調子でも悪いの？私は後悔しているのよ、レイコ。あなたの姿を目の当たりにして、自分の甘さにね。あの時、私がちゃんととどめを刺していれば、今回の騒動も起きなかったんじゃないかって。本当にそうね、アイア。あなたにしては信じられないほど甘いミスだったわね。でも、だったらどうするつもりなのかしら？サキ、アンナ、ここは私に任せて。あなたたちは先に行って。え、でもお姉ちゃん。心配しないで、サキ。すぐに後を追うから。アンナ、サキのことよろしく頼むわね。ええ、分かったわ。任せて。アヤ、あなたも気をつけてください。まあ、嬉しい配慮ね、アヤ。
誰にも邪魔されず、あなたと戦えるだなんて。レイコ、おしゃべりはもうおしまいよ。今こそ、過去の禍根を断ち切ってやるわ。やるわね、アヤ。やるも何も。レイコ、もしかしてあなた本当のバカ？あなたの力じゃ…アヤ、あなたこそ忘れてるんじゃない？この私の…秘密？そう、まだまだ終わりなんかじゃないわよ。こんなものじゃ終わらないのよ。何なのこれ、クローン？これ全部私なの。これでもっともっと楽しむことができるわね。悪趣味にも程があるわね。けどこれでやっと面白くなってきた。こんなのどうかする。
Let's go!
また黒服のやつらが出てきた。まったく面倒だな。油断しないで、サキ。彼らは卑弥呼の側近たちです。ただのゾンビたちとは比べ物にならないほどの戦闘能力がありますよ。大丈夫、もう油断なんてしないから。この。
Thank you.
黒服の男たちを倒したサキとアンナ。サキは黒服たちにまだ意識があることに気づくと、すぐさまとどめを刺しにかかった。しかしアンナが素早くそれを制する。アンナはこの機会を逃すまいとサキの前に立ち、黒服たちに向かって二つの質問をした。一つは、町にあふれてしまったゾンビたちを何とかできないかということ。もう一つは、必要にサキを狙う理由についてだ。町にあふれたゾンビについて黒服たちは何も答えなかった。当然だろう。一度ゾンビとなってしまった人間を元通りにすることなどできやしない。それは GPF に所属しているものとは思えないほど愚かな質問だったが、アンナには何か特別な事情があるのかもしれない。もう一つの質問については黒服が自ら答えた。組織がサキを必要に狙う理由、それは価値があるからに過ぎないと。さらに黒服はサキを挑発してきた。必ずやお前の身柄は卑弥呼様のもとへ送られるだろうと。サキはそんな挑発には乗らなかった。そればかりか、だったらこっちから乗り込んでやると言い放ち、黒服たちから組織の本拠地を聞き出そうとする。このサキの反応は黒服たちにとっては予想外の提案だったようだ。黒服たちは一瞬の躊躇のあと、組織の本拠地としている孤島の所在を明らかにした。サキが自ら卑弥呼のもとへと赴いてくれるという事態を組織にとって有益だと判断したようだ。そして必要な情報を聞き出したサキは、黒服の男たちの命を絶つべく刃を向ける。が、その時、生意気なんだよ。待って。行ける。ぶっ殺してやる。
大した強さだ。これであればミザリーも迂闊には手は出せぬか。ミザリー、あいつはあなたと味方同士じゃないの？島へ来るのだ。待って、兄さん。え？兄さんってあいつもしかしてアンナさんの？突如現れた側近の筆頭と目される男を撃破した後、アンナからある事実を打ち明けられた。それは今退けたばかりの男、アンナの首を絞め上げ殺そうとしたあのブロンドの男がまさにアンナの実の兄だったということ。この事実に私たちは少なからず驚かされたけど、これでアンナが GPF の隊員としてではなく単独で組織を追っていた理由が分かった気がする。血のつながったものを心配するアンナの気持ちは私にもよくわかる。私だって血を分けた存在である妹のサキを危険な目に遭わせたくはない。イミチがこの体に流れている限り簡単に平穏な生活を手に入れることはできないらしい。でもだからといって私たちの平穏を脅かす連中の思うがままになる気は毛頭ない。目の前に現れた敵、あの組織は潰してしまわなければならない。あの組織が先を狙う以上私たちは戦いから逃れることはできない。それにあの組織がこのまま強大化することを見過ごせば間違いなく今まで以上に悲惨な事件が起こるだろう。もはや選択の余地などない。私たち三人は組織の本拠地を目指すことを決意する。サキとアンナが黒服の男から手に入れた情報を手がかりに私たちは組織の本拠地があるとされることを目指し、唯一の移動手段である巨大な軍用飛行機に忍び、
キリがないわね。私は迫り来るゾンビを切り伏せながらも、次から次へと現れる狩猟に呆れつつ短足を漏らすと、その時、アヤ、あれを見てください。アンナが指し示す方向へ目をやると、重々しい鉄の扉が視界に入る。なるほど、どうやら左舷への緊急避難用通路を見つけたようだ。いくら切り捨てても湧いてくる狩猟どもを相手にするより、
ここはひとまず引いた方が良さそうだ。サキ、こっちよ、急いで。素早くサキに声をかけると、私たちは避難用通路に滑り込み、追いすがる狩猟の目の前で扉を閉める。扉の向こうで狩猟どもが鉄の扉を激しく打ち続ける音が狭い通路に響き渡り、私たちの耳を叩く。これでしばらくは一息つけますね。でも騒々しくて仕方ないわね。先へ進みましょう。私たちは狭く入り組んだ通路を進み、いくつかの階段を過ぎると、やがて左舷方面に出ることができた。経過した時間からすると、そろそろ島にたどり着く頃だろうか。いよいよだと私は心の中で一人考える。この戦いの元凶とも言うべきものに終止符を打つ時が近づいていた。ミザリーか。側近たちを払えば姿を見せると思っておったわ。何でもお見通しってわけだ。ああ、もちろんだとも。お前が陰で居道をつまんでおったこともな。やっぱり。その顔で隠していたつもりなら、大した器と言うべきかな。だが、これからは勝手な真似は一切許さぬ。背いた時は、言うことを聞けないと言ったら。我が組織に立てつく気か。愚か者めが、身の程を知れ。私、結構居道の研究に役立ってたはずなのに、やっぱり私はただの実験動物だったんだ。くどんな。貴様など所詮組織の歯車の一つに過ぎぬわ。そうならいいわ。あんたとはここでお別れだね。あんたが集めたいろんな居道、全部私のものにすることにしたから。あくまで組織にあだなすつもりか。卑弥呼様。なるほどね。相変わらずの用心深さね。いかようにでも言うがいいわ。さてと、どうしようか。あんたら全員相手にしてたら、さすがに体が持ちそうもな。ここは撤退とさせてもらうわね。追いますか。構わん、放っておけ。それよりも先の身柄だ。あれさえ手に入れば全ての方がつく。行け！
まったく飛んだ空の旅だったわね。まあ無事に着けましたからよしとしましょう。待って、お姉ちゃん、あれミザリーのようね。へえ、本当に来たんだ。よくここが分かったね。ええ、ご招待してくれた方がいたからね。そうなんだ。まあ別に何でもいいんだけど。それでお出迎えがあなたってこと？そうなら早めに始めちゃってもらえないかしら。いいよ、別にすぐ始めちゃっても。でもね、今はやめとく。どういうこと？そんな気分だってことだけだよ。ま、好きにやっちゃっててよ。私は邪魔しないからさ。そう言いつつ後ろからバッサリとか？それとも何か罠でも？さあね、どう考えるかはご自由に。
好きなだけ島の探索でも何でもやる。本気で手を出す気はないみたいですね。じゃあね。本当に言っちゃったよ。変なの。つまり私たちの歓迎の準備は万全ってことよ。さあ、何が待っているのか期待していこうかしらね。Yeah!
突如襲ってきたシャチの化け物を葬った私たちは、敵の研究施設があるという孤島に足を踏み入れようとしていた。不気味な静けさをたたえた海岸が私たちの目の前に広がっている。ここからが本当の戦いだ。敵の本拠地へ近づけば近づくほど抵抗は激しくなる。そして戦いは熾烈を極めることになるだろう。だけど私は臆するどころか、むしろ興奮しているのかもしれない。いみちの本能と言うべきなのか、私は戦いの渦中に身を置くことに不安は一切感じない。早く卑弥呼とやらに出会い、この件で決着をつけるのを待ち望んでいる。そのためにはまず目の前の孤島に侵入し、そして島のどこかにあるという敵施設内部への侵入口を見つけ出すことが先決だ。